これはもう前方後円墳やね、間違いなく。ということは看板どっかないんかね。ほら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 、これだから、これも円墳で言われたらちょっと辛いけどね。いいね。さてこの前方後円墳のね、ちょっと小ぶりだけどね、 50m ぐらいあるか、 50m ないか。あ、これある、これ見てみましょう。お、やっぱり、あ、旗塚古墳かね。これね、一回見、これ見に来て分からなかったんや、探してうろうろしたんだけど、旗塚古墳、はいはい、ここにありましたか。これ全長がね、6m ちょっと消えたぐらいだかな、はい、57.9m、高さが 3.8m、 はいはい、いやー、これそうでしたか、旗塚古墳、失礼いたしました。これ何回か来たんだけどね、これ見に、当時のスマホはあかんかったな。これ、これがなかったんやね。いやー、入れないかね、これ。入ったらまずいか。これでしたか。はいはい。ちょっと一瞬待ってみようか。どういうふうに回れんの。こう待ってみようか。堺市。旗塚古墳でございます。これはね、1回か2回来たんだけど、わからないんでね、何年、2年来ても、これを探しに、前方後円ということで。あ、失礼しました。ああ、綺麗になってますがね、前方後円墳。まあ、手前の石垣がちょっとね、違和感あるけど。ほら、分かるけど、ね、石垣がね。これ、横を道通ってるから、これ横を通ってんねんな、きっと。絶対通ってるんやって、分からへんねんな、そこを通ってるから。ちょっと60メートル切れるんやけどね。なんとも言えんな。どういう台かね。この石垣がね、まあまあわからんじゃないけど。はいはい。石垣がね、ちょっとね。あら、墳丁上がっとるやつ、どうだ、あそこ。どこ入れるかね。入れんか。ちょっと入ってみたいね。そこに階段はあるけど、墳丁に上がるような階段が見当たらんな。一応ね、階段はあるんです。階段があるんやけど、上に上がれそうなね、高さがね、ないんですよ、これ。これ1メートル2、30あるからね。どこ上がれないかね。はい、墳丁上がってきましたけどね。墳丁5メートル以下やから低いんですけどね。はい、ちょちょ、はい、そしたら墳、墳の方行ってみようかね。墳の方行ってみよう。はい、じゃあ墳の方に行ってみましょう。随分木も切ってくれはったんやな。はい、これが後円墳の方です。あ、5メートル、3.7メートルかな、低いんですよ。はい、なかなかいい形してましたけどね。随分探したんで、前回2回ぐらい探したかな、取れてないねんて。びっくりびっくり、こんなとこあったのかね。旗塚古墳ですよ、これ看板。当時看板もなかったんだろうな。あの横の道は走ったことあるんだけどね。ほんでもう一個ね、あの辺にもう一個あるんだけど、あ、思い出したぞ、これ思い出しましたわ。ここ歩いてるわ。真横あったんやな、分かってないでんな。これは歩いてんだわ。
方ね歩いてるか間違いないわ。もう一軒この辺にもう一軒あるんだけど。